こんにちは、Pです。ハリーポッター魔法の覚醒、今回の動画は校長室の入り方です。よくね、デイリーミッションとかではね、はい、入れるんですけど、それ以外の時にね、入る方法です。はい、まず魔法薬の止め薬飲みます。はい、今ね、透明になりました。はい、で、この状態で、校長室って、ね、一番上かな？あ、違いましたね。はい。校長室。はい。に、ワープで移動できます。歩いても行けますね。はい。来れました。でですね、ここにはですね、宝物が一つあります。あ、こちらじゃなかったです。いいですね。あとね、壺が2個あります。はい。初回だけですけどね、この入手できるのは。はい、壺が1個。ここね、反対側かな？そうですね。はい。でね、肖像画が、ここにね、ダンブルドアの、あります。で、出入りとかでね、はい。イベントの時は、ここでお話ができます。はい。これ、ホグワーツレガシーの時も出ましたよね。ここの、ところ。はい。これね、一番高いとこだと思います。ここね。宇宙室。先生、あ、何か、あ、校長室へ向かう、あ、それあるんですね。はい。キャンパスライフ。帽子もいただきました。はい。なんか透き通っちゃってるけど、あ、そっか。今、透明薬飲んで、薬か、飲んでるから、飲めるんだよね。はい。今回の動画は、校長室への行き方でした。はい。じゃあ、またです。バイバーイ。